証人になる？ええ、あなたの報告は彼にとってとても重要なの。報告は提供できますけど、出廷経験は皆無です。もし私が何か間違った振る舞いをしたら、検察官の判決に影響しますか？ソネット、証言をすることは試験じゃないわ。法廷に慣れている証人は必要ないの。あなたは見たままを誠実に伝えればいい。要点を絞って事実を歪曲しないように。最高裁判所は若者の公正たる心を重んじている。公正たる心。あなたはその貴重な品性を持っているわ。力を尽くします、レディー Z。 証人、ソネットを召喚せよ。こんにちは。平和が我らと共にありますように。平和が我らと共にありますように。ミス・ソネット、召喚状にある通り、あなたはバーナード・ウィルソンの証人として出廷の申請がなされている。彼との関係について説明を願いたい。彼とは面識がありません。仕事中にお名前を聞いたことはありますが、交流などはありませんでした。では彼はどうしてあなたを証人に？私は29年ストーム事件の当事者の一人です。事件について詳細な報告書を提出しました。彼は資料庫で私の報告書を見つけ、私の上司であるレディー Z に閲覧申請をしました。そしてレディー Z から報告書提供の是非と証人として出廷しないかと質問をされました。では証人として出廷した理由をお教え願いたい。私の直属の上司は今長期治療を受けていて、仕事のスケジュールが以前と比べ余裕があります。その期間、私の知っていることが少しでも力になるのなら、喜んで弁護をしようと思いました。そして、最も重要なのは、個人的な意見ですが、財団のアメリカ、シカゴ駐在所には、大いに改善の余地があると思います。これは、ミス・ソネット。これは、私が研究センターから昇進令を出されてから、アメリカ、シカゴ駐在所に向かい、ストームが到来し、財団本部に戻るまでをすべて収めた出向記録です。これは私が作成した29年ストーム事件の実地調査報告と日記です。何を証明するつもりですか？アメリカ、シカゴ駐在所が人類の平和な秩序のために戦うの宣言を違反し、一部の人間とアルカニストの権利を侵害したことを証明します。我々の名誉を汚すな！弁論デュエルを申し込みます。彼女がこうやって
事実を歪ませるのは許せません。ミスターセス、まだこれらの材料による審議は始まっていません。法廷内では静粛に。検察官様、我々が弁論デュエルを行っている間に材料を審査してください。駐在所の長年に続く歴史をこのような弱敗者に中傷されるのは許せません。ソネットは幾度も作戦経験がある調査員である。彼女とデュエルする意味はないと思うが。弁論デュエルの要請を受け入れますか？はい、受け入れます、検察官様。お二方、どうぞ証言台へ。デュエル中の弁論内容は忠実に記録します。一方が弁論に3回負けると弁論デュエルは終了します。では、はじめ。私は駐在所の数十年にわたる歴史資料を持っている。誰よりも駐在所のことをよく知っている。その一方、君は我が駐在所に3日いたのかね？どうして自分の証言が私の証言より価値があると言い張れるんだ？時間の長さは事実の正しさには影響しません。国際訴訟法第78条にはこう書いてあります。事件状況について独立した意思を持つ個体は証言を提示する義務がある。私は自分の証言の価値をここで証明します。ストーム29年2月14日、駐在所の職員は半分以上欠勤していました。調べてみたところ、それは上官に許された行為だと判明しました。彼らは夜間地下バーでアルコールを販売し、駐在所のために利益を得るよう指示を受けていました。よって昼間の不正行為は黙認されています。これについては写真資料 3-12-8 をご覧ください。重傷だ。規定を破った職員の個人行動でしかない。もう時間、落ち着いて。ちゃんと原稿を暗記してから喋るんだな、ミス・ソネット。その日の朝、私がタイムキーパーと合流する1時間半前、オフィス広場にデモ隊が現れました。大半は人間で、一部アルカニストもいました。彼らは駐在所が身分登録を口実にして高額な登録費用を受け取っていることに抗議していました。その他、広場では種族間の傷害事件が発生しました。しかし駐在所からは民衆をなだめたり秩序を維持する動向が一切ありませんでした。証拠はあるのかね？日記での書面記録があります。証拠になりますか？ええ、資料の何ページにありますか？いいわ、ミス・マチルダ・ブアニッシュの力をお見せしましょう。深呼吸、注意力を高めなきゃ。なんだって？聞こえなかったな。そんなのは荒探しでしかない。失礼だが、世界中にある膨大な規模を持つ機関ならどこも似たようなものだ。管理システムを変更し職員を入れ替えれば改善される。だが君は我々が平和宣言を違反したと言い放った。それは明らかな誹謗中傷だ。
私は偽りの情報を伝えていません。シュナイダー、あなたはかつて一人の人間、いえ一つの家庭に財団の庇護を与えることを拒絶しています。シュナイダーはシカゴで知り合った友人です。彼女はストームとマヌス・ベンデッタ、二つの抑圧下で財団に頼ろうとしました。しかしあなた方は何らの回答も援助もせず、ただ一通の手紙を渡しただけです。この手紙を彼女のジャケットから見つけました。こう書いてあります。貧乏人は失せろ。その件については知らないな。それに駐在所の職員たちはストームなんて聞いたことすらなかったのだ。どうやって援助しろというのかね。こういった特殊な状況に対応できるよう本部か出向中の調査員に報告をするべきでした。このような侮辱的な言葉を書き捨てて何もしないのはどうかと思います。理解できません。どうしてこのような言葉が書かれているのかが。十分な庇護金を払えないから避難を申告する資格がないのでしょうか。それとも彼女が改造されたワンドを使っていたからアルカニストだと思い込んだのですか。平和宣言というのは体の強弱、富の有無、種族の区別を問わず援助の手を差し伸べ現行の平和と秩序を守るべきである、ではないのでしょうか。彼らは人間です。もし一刻も早く本部に戻れていれば、あるいは。今は特殊な状況にある。本部は全世界の人間を受け入れることは不可能でしょう。だがあなたは一つの可能性を提起してくれた。すでに起きてしまった事実により改善される未来がある。証言をしていただき感謝する、ミス・ソネット。同じく弁論していただき感謝する、ミスター・セス。少し興奮しすぎてしまったようです。ミス・ソネット、素晴らしい法廷弁論だった。以前最高裁判所を耳にしたことは？時間があるとき見に来なさい。